はい、皆さんこんにちは、中本です。今日はですね、資産の組み替えで資産拡大が一気に、加速することもあるということでですね、そんなお話をさせていただきたいなと思います。資産の組み替えですから、売却してそれをまた現金にして違う資産をこう、取得すると、今こんな流れなわけですね。でその売却の話をさせていただく際にですね、どうしても避けて通れないのが税金の話というところで、税金の計算を、不動産を売りますと。で税金の計算をして、で最終的にじゃあ手取りがどうなのかという、このお金の流れを知らなきゃいけないわけですね。で税金の流れは左側で切れた。で売った金額から買った時の金額を引けますね。で、売る時のコストを引いて、特別控除、これ買った年度とかによってね、特例があったりするんですけど、それ引いて課税上昇の金額が出て、で税率かけて税金が出ると。で、売った金額から残りのローンを引いて、売った時のコストを引いて、ここで計算した税金を引いて初めて、手取りが分かるというところですね。で、気をつけなきゃいけないのが、売った金額から、買った時の金額引けるわけですね。じゃあアパートを売りましたと。で土地はそのまま丸々引けますけれども、建物っていうのは持っていれば減価償却してますので、そうするとすでに減価償却した部分は、売れた金額から税金計算するときに引けないわけですね、ここの部分というのは。つまり引けるの土地の部分と建物の残りの母価と、まだ減価償却終わってない部分しか引けないということです。そうすると一番左が売った金額から買った時の金額は土地引けます、建物はもう母価だけですよと、減価償却した部分は引けませんので、で売る時のコストですね、譲渡費用で、特別控除があれば特別控除引いて、ここが、税金の対象となる、儲かった部分というわけですね。で、これは個人で不動産持ってますと短期長期によって税率変わってくると。いわゆる短期譲渡ですと、取得してから6ヶ月迎えてないと短期譲渡になりますので、譲渡税で、約 39%、これが逆に6ヶ月迎えてますと長期譲渡税率ですから、約 20% という税率になると。そして税額が決まってくるというところですね。そうすると売った金額からローンを引いて、残りのローンですね、払って売った時のコスト、仲介手数料ですとか契約書の印紙代、また手続きの抹消費用、大体売却金額の 4% ぐらいが一つの目安でありますけれども、そして、税金、先ほどの計算の税金を引いて初めて手取り金額が分かると、こんな流れで、売却した時の手取り金額を計算していくというところですね。で、ちょっと計算してみましょうというところで、とある実際手掛けました中古の木造アパート、価格で約2億、買っていただいてから5年超、いわゆる個人で持ってましたので、長期譲渡に該当するというところですね。で残りのローンが8000万というところですね。不動産投資の面白いのは持ってれば元金減ってきますので、そうすると、売り値が仮に、上がったらもちろん売却益、下がったとしても価格が残債がですね、それを下回れば売却益が出たりということもあり得るというところで、ちょっと次のページに行っちゃいましたけれども。物件概要をここでちょっと非公開とさせていただきますけれども、とある中古のアパートですね、東京都世田谷区の中古のアパートを売却させていただいたというところで、で、これ個人で持ってらっしゃいましたので、ここが確定申告書の減価償却費の計算のページになりますけれども、売れた金額から買った時の金額が引けるよという先ほどお話ですけれども、土地はそのまま引けますけど、建物はもう減価償却している部分は引けませんよという話しましたね。で、未償却残高と、減価償却のページにですね、一番右側に減価償却費の未償却残高というページがありますので、そこの部分をですね、建物母価ということで、売れた金額から引けると、逆に言うとその部分しか引けませんよというところになるわけですね。で、そして2億円で売りました。土地は1億3000万でしたので1億3000万引きます。で建物母価残り1000万でした。で譲渡費用、2億円で約 4% ということで800万、そうすると課税譲渡所得で5200万、長期譲渡税率 20% かけて、譲渡所得税で1056万円と。そうすると収入金額2億円から残債8000万引いて、売るときのコスト引いてですね、税金で1056万引くと売却手取り1億140万円になったと、試算するとですね、そうすると購入当時投資していただいた資金は2500万、それが1億140万になりますねと、こんな事例がありましたと
というところで、で、これですね、キャッシュフローを売却してその時の手取り資金、これが、まあ、今そのタイミングで投資している資本金ということになりますので、割り戻すとその時点での資本効率、キャッシュオンキャッシュリターンですね、 CCL が分かるということで、この案件当時のキャッシュフロー約200万で、売れたら1億140万現金入りますよということは、今このアパートに対して1億140万、先ほどあの買っていただいた当時出していただいた資金は2500万という話しましたけれども、このタイミングでは売れたら1億140万入るわけなので、1億140万が投資している資金ということになるわけですね。そうすると割り戻すと、資本効率 CCR が 1.97% になるというところです。売却した場合IRR、まあ、具体的な数字はちょっとここで明かせないですけれども、数百パーセント超えというところですね。まあ、それはそうですよね、2500万投資して、5年超の保有で、約1億円の、売却益ということですから。で、じゃあ1億円売りましたと、売って1億140万円現金が手元に入りました、自己資本1億140万ですね。それをレバレッジをかけて資本効率 CCR 10% で仮に再投資運用できたとした場合、キャッシュフロー1140万が入ってくる。で、仮に売らずに先ほどの中古アパートを持ってたら、キャッシュフロー200万円ということですね。じゃあどっちがいいですかということになってくるわけなんですけれども、で、まあ結局これって意外に他人事じゃなかったりしますね。不動産投資したいな、今自己資金がただ今手元にないんだよなとかですね、まあ、もしくは今すでに不動産持ってて追加投資したいけどそもそも資金がない、資金が少ないとかいう方、まあ、いらっしゃるかと思うんですけれども、ただ今何か不動産持ってらっしゃる、で、その不動産の含み益、要は売却した時の資金がかなり大きくなるケースって結構あったりするわけですね。で、例えばまあ、ね、ですので、まあ、不動産投資で資産拡大、自分には縁がない、まあ、こういう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、こういうパターンですね。でも、自宅を例えば頭金結構入れて買っている方とか、もう繰り上げ返済でもうローンがほとんどなくなっている方とかですね、そういう方売却することによって家を、違う家に住み替えるということによって資金ができて、それを元手に不動産投資できたりとかですね、不動産投資をスタートできたりとか、もしくは、まあ、先ほどの中古アパートの事例のように持っていることでの資本効率 2% にも満たないけれど、売却することによって、組み替えてですね、キャッシュがものすごく大きくなるケースということもね、もちろんあるでしょうし、もしくは、相続したアパマンがあるなど、現金は手元にないんだけれども、そういえば親から引き継いだ不動産があるなとかですね、あとは相続した実家があるとか、これまた資金ないけれども、その不動産を売却することによって資金ができるというケースもありますので、それを活用して、資産を組み替えてですね、不動産投資、効率的に、まあ、資産を拡大していくことができる場合もありますよということを、まあ、ぜひ知っていただきたいんだというのが、まあ、今日の話なんですけれども、まあ、ただ売却ありきということではなくて、まあ、だから売りましょう売りましょうということではなくてですね、やっぱりその自宅であればね、その思い入れもあったりとか、親が残してくれた実家であれば簡単に、ね、手放すっていうのはやっぱり親の思い入れがあったりとか、自分が住んでた自宅であれば簡単に売るのも嫌だなとか、まあ、これがアパートマンションでもそうですけれども、であればその売却という選択肢で現金にして組み替えるということではなくてですね、ローンが減ってる、元金が減ってるということであれば共同担保にして、それを担保にして融資を受けて自分が何か不動産投資を追加でやるとか、またスタートを切るという選択肢もですね、取れることがありますので、まあそこは必ずしも売って、組み替えるというありきではなくて、それを担保にして融資を有効に、有利に、展開していくということもですね、できたりしますので、まあそこはぜひですね、まあ、そういったお悩みご相談とあればご相談、個別相談という形でご相談いただくのがよろしいのかなというふうに思っております。東京、大阪、名古屋、そしてまあ神奈川ですね、各オフィスでご相談対応させていただいておりますので、まずは CMS のホームページからお申し込みいただければよろしいかなというふうに思っております。まあ、この YouTube 動画をご覧いただいた方はですね、まあ、いいねボタン、
グッドボタンかな、あとはチャンネル登録とよろしくお願いいたします。今日は以上です。ありがとうございました。